はい、ダークソンです。こちらがですね、芦別市にございます。現在、星槎大学というとこなんですが、もともとはね、小学校跡なんです。で、このように横長のね、レンガ造り、何万個って言ったかな、何十万個使ってんですよね。で、廊下が100メートルあると。で、体育館のね、あれ体育館かな。内部の構造が、木製トラス式といった模様で、中もね、非常に見応えあるみたいなんですが、本日はね、近寄ることもできません。柵張ってました、正面玄関。もう少しね、雪が溶けてからまた来ようかなと思ってます。いいですね、ここ。で、隣に隣接してるのが、比較的新しいのかな。星槎じゃないや。だったかな。後でございます。で、何かね、石碑があるんで、近寄ってみましょう。あ、中学校でした。すみません。あ、よりしろじゃないや。来場だ。ごめんなさい。なるほど。なかなかね、漢字が読めないダクソンでございました。先ほどもね、千葉レンガ跡って言ったけど、あれ多分ね、星葉だと思う。はい、以上で、この並木道、生徒が歩いたんでしょうね。ダクソンでした。